はい、皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。今回もですね、ちょっとねパソコンの、パーツを買ってきたんでね、1台組み上げていきたいと思います。でね、今回はですね、今回組み上げるパソコンを何に使うかっていうとですね、主に仕事っていうかね、事務処理用で使ってるパソコンをちょっとね変えようかなと思って、その代わりに、ね、なるものを買ってきました。でですね、今回買ってきたのはこのマザーボード、こちらですね、 GIGABYTE の、P55A UD4 ってやつですね、ソケット1156、Core i7 とか Core i5 とか、ネハレムあれですね、 Core i7 の初代のやつが乗るやつですね。ずっと自分ね1156のマザーボード欲しくて、でなぜかですね1156のマザーボードって非常に高いんですよね。1万円以上するでね、でちょっと買えなくてあれだったんですけど、これね、5000円ぐらいでした、中古でちゃんと動作保証もついて、で5000円ぐらいだったんでね、あーこれは買わなきゃなと思ってね、買ってきました。でね、一応あのね、この P55 チップセットですか、ソケット1156のやつが、よくあるやつは値段が高くてもね SATA 3が使えないやつが多いんですよ。なんだけどね、これは SATA 3が使えるバージョンのマザーボードで、あこれだったら買い、これでね、これで5000円だったら買いだなと思ってね、買ってきました。今回はこちらで組んでいきたいと思います。でね、付属品みたいなのは一応、パッと見たんですけど、ちょっと紹介しないですけど、全部揃ってました。SATA ケーブルとかもね、全部入ってますってことで、今回はこれでやっていきたいと思います。で、メインの CPU なんですけど、 CPU も、中古で買ってきました。こちらですね、ピントが合うかな合わない、ありますね。これちょっとね汚いですけどね、 Core i7 のですね、870ですね、2.93GHz 2.93GHz のですね、4コア8スレッドで動くはずです。キャッシュが8メガのやつ、自分ねずっとねこの i7 の1156が気になってて、これを使いたかったんでね、ちょうどいい機会なんで買ってきました。だいたいこれね、8000円くらいでした、この CPU がね。今回は、i7 のこれでやっていきたいと思います。でですね、あとはパーツ関係なんですけど、ストレージは、SSD ですね、サムソン、これは何でしたっけ、 850AVO シリーズですね、 250GB、自分ね、サムソン使うこと多いと思うんですけど、多いなって思ってる方はいると思うんですけど、なんで使うかというと、昔からずっとこのメーカー以外使ったことないんで、別に特にこだわりはないです、こだわりはないですけど、自分の経験上問題ないかなと思ってこちらにします。でですね、1156用の CPU クーラーっていうのがなかったんで、こちらを買ってきました。これも安いやつなんですけど、ドスパラさんのとこ行く人はね、知ってるかな、ディープクールってやつの、GMMAXX300 ってやつですね。これ大体これがね2500円ぐらいですかね。1156にも対応した、クーラーですね。一応12センチのファンがつくやつになります。でですね、メモリの方は、こちらですね、Amazon で買ったやつです。DDR3 の1600ですね、4GB、これが4枚あります、4枚あるんでトータル 16GB ですね、 16GB に、なる予定です。あとね、電源とか DVD とかは、紹介しても、あれだと思いますんで、必要なものは必要なもので、つけて、組んでいきたいと思います。でね、ちょっとケースに組み込むのが、
組み込むのはね最後にしたいと思います。とりあえずね、裸のまま、OS とかインストールして、全部やり終わってから、今回はねケースに入れていきたいと思います。でね、若干ちょっと簡単ですけどね、組み立て動画みたいなのも、やっていけたらと思いますんで、よろしくお願いします。では組み立てていきます。はい、ということでですね、組み立てていきたいと思います。まずちょっとね軽くマザーボードの紹介なんですけど、さっき言ってた SATA3 が、一応2個だけありますね。レイド組んだりはしないんで、1個あれば十分なんですけど、まあ2個あります。であとね SATA2 が 1,2,3,4,5,6 あって、だから7,8か、そう SATA が合計8ポートねありますね。そんなに使う人いるんですかね。はい、であと PCI エクスプレスの ×16 が 1個ですね。で ×8 が1個、 PCI の ×1 が2個とあと PCI が2個で、フロッピーのあれもついてますね。はい、ここに、これね ID かと思ったら違うみたいですね。LPT って書いてあります。LPT って何だか分かりませんね。あ、掛け値もう一個あったな。で、この辺にチップセットのヒートシンクとかついてて、この辺も全部ね、固体コンデンサーで、ね、全部固体か。全部固体ですね。うん。まあ、なかなかしっかりとした作りになってます。で、裏はこんな感じ。オーディオと USB 3.0 LAN と USB。説明書読んでないんでちょかないんですけど、なんか USB みたいなやつとイーサタといろいろついてますね。はい、後で説明書読んでみたいと思います。ってことでじゃあ組み立てていきたいと思います。まあ自分完全自己流ですし、組み立て方に特に正解とかはないと思うんですけど、まず CPU から乗っけていくのがね、まあ、妥当なんじゃないかなと思います。ってことでね、CPU まず乗っけます。まあ、向きがあるんでね間違えることはないと思いますけど、一応ちゃんと切り欠き合わせて乗っけてください。でね、乗っけたら、乗っかったかなって確認して、閉めてもらえればいいと思います。で次、自分はメモリを挿していきます。ですね、今回はですね全く同じメモリが4枚なんで、どこに挿すかっていうのはね特にないんで、一応向きだけ確認して、入れていきましょう。何をどこに挿しても構わないんですけどね、一応カチッと音がするまで入れます。はい、メモリのね相性とかもあってね、とりあえず本来であればね、まず初めはメモリ1枚だけ挿して動かして、動いてからね、挿すっていうやり方もあると思うんですけど、自分はあんまりそういうのねめんどくさいんで、全部初めにもう挿しちゃいます。これでメモリ OK ですね。次はね、どうしようかな。CPU クーラーつけていきますか。これですね。さっき言った CPU のクーラーをつけていきたいと思います。インテルの、このプッシュピンタイプのものはね、基本的にやり方は全部同じなんで、ちょっと挿しちゃいます。でね、これ安いやつなんで、ちょっと、なんていうんですかね。ちょっとごめんなさい、画像を一旦止めますね。ここに乗っけてプシュって刺すだけなんですけど、ちょっとこのままだとできないんでちょっと一旦、止めます。はい、というわけでね、一応つきました。一応こうプッシュピンタイプなんで、後ろのところを確認してみてください。ここがね、ちゃんと黒いやつ、ピンの先がね後ろに出てるかどうか確認してもらって、あと差し忘れちゃいけないのが CPU の、あれですね、ファンの電源はこれはどこにあるんでしょうかね。ないですね。CPU ファンの電源がありません。ありました。
ここです。ここにありました。はい、これを挿して OK ですね。配線とかは、ケースに組み込んでからやるんで、とりあえず挿すところに挿すものが刺さっていればいいかなって感じですね。とりあえず基本的にはこれで OK だと思いますね。あと、まずじゃあ SSD とかをつないでいきましょう。SATA の3ギガの、まず番号の若い方ですよね。どっちだろうな。下かな？下側ですね。下側が番号が若いですね。つないで、SSD の方にも、つないでいきます。で、あと次は、DVD の方もつないでいきます。これはね、別に SATA3 じゃなくてどこでもいいんですけど、一応今回も SATA3 のところに挿していきたいと思います。はい、こんな感じですね。ここに挿して OK ですね。まあ、あとはちょっと置く場所ないな、邪魔にならないところに置いとけば OK です。で、あとは電源ですね。これちょっと仮でこれ使います。組み込むときはね、この電源は使いません。電源をですね、まず間違えないようにやるには多分メインの電源から挿していった方がいいですね。24ピンのメインの電源、これもね、同じ形の1箇所しかないんで間違うことはないと思います。で、あとね、忘れちゃいけないのが CPU の補助電源ですね。 CPU の補助電源忘れるとね、 CPU つかないですし壊れちゃいますから、一応見えないですけど、こう後ろにあります。これを挿します。はい、挿しました。あとは、SATA の電源の方をですね、SSD の方と、これを挿しますね。で、あと DVD の方にも挿していきます。はい、これで OK ですね。はい、だいたいこんな感じ。 SSD もちょっと画面から外れちゃってますけど、ごめんなさい、刺さってます。これでね、基本的には完成なんですよ。はい、これだけの作業です。あと、まあ問題なのはケースに入れるっていうのはね、そこが時間がかかるってことで問題なんですけど、基本的にパソコンの構成としては、これで完成ですね。はい、でね、ここからね、OS をインストールしていきたいと思います。はい、今回ね、 Windows 7、7から10にアップグレードしたいと思います。10のアップグレードがね、現在2016年の6月なんですけど、7月29日までなんで、まあいろいろ言われてますけど、まあとりあえず1回アップデートしといた方がいいと思いますね。で、そうするとね、デジタルライセンスの認証がつきますんで、このシステム自体にね。でね、まあ、また7に戻すなら戻して、でいずれね、10に上げるときにね、困らないと思うんで、今のうちにやっておいた方がいいと思います。あと1ヶ月ちょっとしかないんでね、早めに1回10にしておいた方がいいと思います。ではね、ここから OS の方に移っていきたいと思います。はい、ですね、先ほどね、ちょっと言い忘れてたってことがね、やり忘れたことがたくさんありました。まずね、グラボを挿してなかったですね。グラフィックボードがないと、この CPU はちょっと内蔵のグラフィックないんで挿さないとダメですね。なのでグラフィック挿しました。あとすごい基本的なことなんですけど、キーボードとマウスないとね、OS インストールできませんのでね、キーボードとマウスを、つけました。あとですね、今自分でやってて思ったんですけど、これ全くこう自作パソコンのね、作る動画の参考にしたらダメですね。これ
これね、これ悪い例ってことで、見ていただけるといいと思います。だいたいね、この状態で自作パソコンする人いないと思う、いないっていうかね、まあ、いるんですけど、まあ皆さんはやめた方がいいですね、このやり方は。はい、ってことで、やっていきたいと思います。まずですね、まず電源の元のスイッチを入れます。で、まあ、もしですよ、もし万が一この状態で、やられる方はね、いろんなとこ触らないように、してください。静電気でダメになっちゃうか、自分が感電するか、どっちかだと思いますんでね、決してね、動いてる間はね、何も触らないように、した方がいいと思います。でですね、まあ、スイッチの入れ方なんですけど、まあ、ここのジャンパーピンありますよね、ケースから電源とかリセットとかつなぐとこ、そこの電源部分があるんですけど、そういったのをね、こういう金属のプラスドライバーがいいと思いますけど、でね、ショートしてあげると電源が入ります。これ自作用のね、スイッチ持ってる方はね、そっちの方がいいと思うんですけど、とりあえず入ると思います。はい、入りましたね。これでモニターの方にもつくと思うんですけど、とりあえずまず BIOS を立ち上げるために、デリートを押して、あれ、画面出ないですね。あ、出ましたね。とりあえずデリートで BIOS 画面に入りましょう。入れるかな。入れましたね。はい、入れました。ってことで、ここからね、Windows をインストールしていきたいと思います。あと BIOS の設定とかね、いろいろ、まあ、マニュアル等を確認して、行ってください。まあ、Windows インストールするところをね、見ても面白くないので、そこはとりあえずカットしたいと思います。はい、ですね、一応こんな感じで組み上がりました。動画的にね、だいぶ飛んじゃったと思いますけど、まあ、一応ね、前面に青いファン2個かな、2個つけて、なってます。まあ、ケースはね、こんな感じで組み上がりました。でですね、一応仮で、こっちつないでるんですけど、ですね、 Windows 10までインストールしました。でね、一応簡単にですけどスコア取ってみました。ですね、 CPU の ID の方が一応こちらですね、インテル Core i7 の 870、リンフィールドですね、初代の i7、ですね、45ナノの、4コア8スレッドですね、あとシネベンチ R15 ですけど、いつも通りスコア取ってみました。こちらですね、 i7 の870は 400K ってことで、全然悪くないと思いますね。まあ、自分そう、最新の CPU とか、ね、持ってないし使わったことないんで、あれなんですけど、まあ、400K 全然問題ないスコアですね。はい、ちなみに今使ってたっていうか、使ってるやつがその下ですね、フェノムの2の X4 の965ってやつなんですけど、それが338、それと比べてもね、全然スコアは上です。はい、でエッグインの方も取ってみました。こちらになってますね。プロセッサーが 7.6、 メモリが 7.6、グラフィックスが 8.1 ですね。でハードディスクが 7.4 ってことで、思ったより SSD が、遅かったですね。はい、でちょっと見にくいですけど、マシンってことで GB の P55AUD4 ってことになってますね。はい、でこ、まあ、OS 自体はですね、これは冒頭にも言ったと思うんですけど、仕事用でね、使ってたやつをね、クローンして、インストールしました。はい、ってことでね、今回ちょっと動画が長くなっちゃったんで、この辺で終わりにしますけれども、一応 i7 のね、初代のもので、作ってみました。なかなかね、全然使えるパソコンになったんじゃないかなと思いますね。これはね、だいぶ、長く使えると思いますんで、有効活用していきたいと思います。
ではね、ちょっと長くなっちゃいましたけども、最後までご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらね、よろしくお願いします。では失礼いたします。